さあやりましょうか。なんで急にジャンプしたんですか。いやなんかそういう感じの方がいいかなと。今日日曜日ですからね。そうなんですよ。なかなか日曜日にこう撮影に来ることありませんから。来る？近くまで。ご主人、このワンちゃん犬種は何ですか？ジャックラッセルテリア。ジャックラッセルテリア。わあ、かわかわ。おや。よし。このさより。ちょっと。行ったな、もうオープニング今ので。うわ、バーン来たね。うん、来た。よし。お。何ですかこれは。新しいパターンですね。ザーン。以下の項目から5つクリアしないとロケ終わりません。やぶん。お、何ですかこれは。以下の項目から5つクリアしないとロケ終わりません。1つ、昨夜テレビで大野隆と〇〇のヤモンお邪魔しますを見たという方を探すってことね。2、今日3月1日、放送日3月14日、本日3月26日と同じ誕生日の方。3、SNS を見て会いに来た方。4、本日からのハッシュタグや写真をロケ終了時までに SNS にアップしてくれた方。5、本日の小学校、中学校、高校、大学の同級生。6、本日の元カノ。あ、ポッモザイクかって書いてますね。ありがとうございます、うん。7、ヤモンを見たことあるので一番好きな回を瞬時に言える方。9、王さんのアンチファン。あ、もう王さんは大嫌いだと。10、ハテナ。この条件はスタッフに尋ねた時点で強制的にやっておられます。これ一番怖いじゃないですか。その中から5個クリアすればいいから。5個クリアすればいいんでしょう。これでもうまくいったら1時間で終わるってことでしょ。そうですよ。もう僕はもう昼ご飯とか食べてる場合じゃないと思ってます。我々は行ってます。なんで我々は行くのよ。ちょっとで一番早くそれクリアできそうなの。一番早く？これもう大野隆のアンチファンじゃないですか。取り下がりでも一回聞いてみて。一旦聞きます。アンチ？あ鈴木ほなみさんばりにちょっとアンチって言って聞かないといけないわけですね。沢さん、はい、どうも。すいません、いただきます。いただきます。さあやりましょうか。じゃあこんにちは。お、なんと、もう私が声かける前からもう声をかけていただく方。昨夜、はい、夜分お邪魔しますを見た。すいません、見てないです。見てない。今日お誕生日、3月28日。わあ、惜しいですか。僕3月26日なんですよ。あ、2日違い。惜しいじゃないですか。ということでも26でいいですね。ダメだ。ダメ。大野隆のライブは見たことがある？ないです。ない。大野隆のことは嫌い。あ、そう。ちょっといい。彼昨日夜何やってた？昨日の夜。楽しんでました。楽しんでた。誰と楽しんでたのよ。昨日の夜彼女と何やってたの？テレビ見てた？いや、ちょっとそれは放送事故になる。放送事故になるようなことちょっとしてたの。大野隆とヤブンお邪魔しますの見てた？見てない。見てない。見たことはある？見たことない。全然見たことがないぞみんな。なんで今俺のせいみたいな。いや。もう編集のせいだろ、あれ。ヤブンお邪魔しますよ。昨日見た？見てない。見てない。番組見たことありますか？はい、見たことある？好きな回とかわかります？ない。大野隆が嫌い。そんなことで嫌い。知らない。知らない。おい、カメラマン悪くない。昨日夜分お邪魔します、見てないの？昨日見てない。見てない。オールタカシのライブには来たことがある？ある。出た。大丈夫だから買わなくても。いっぱいあるから日本に。いや、ないない。夜分お邪魔しますで一番好きだった回はあるでしょ。飲み屋さんになんかお話で言ったけど、どれかわかんないってダメっすよ。どれかわかんない。大野隆と丸々のヤブンお邪魔しますっていう番組見た？まだ。まだ。今日誕生日？違うよ。お名前は？これはダスンと申します。ダスン。ダスン。ダスン。日本人の女性のいいところちょっと聞いておきましょう。どういうところがいいの？うん。可愛くて。可愛くて。優しくて。優しくて。綺麗。セクシー。セクシー。昨夜夜分お邪魔しますの見た。
録画してるんですけど、うん、今まで見た中で一番好きだった回をちょっと教えてください。ボンディアいただきました。これは OK でしょう。おこんにちは。あ、こまめの方やん。こまめの人やん。スタッフみんなバカバカ言う。こまめの人見てるな。じゃあ昨日見たでしょ。昨日は見てない。そうか、いいです、ありがとうございます。いいっすか、ちょっと大野隆と〇〇の夜分お邪魔しますを見たという人は挙手をお願いいたします。誰もいないじゃない。昨夜何やってました？飲みに行ってました。飲みに行って何？12時には帰ってきたでしょ。はい。大野隆と〇〇の夜分お邪魔しますを昨夜見た。テレビ見てます。テレビ見てない。見てない。12時10分か。寝てる。3月生まれじゃない？あ、3月生まれ、15日です。15か。14じゃないか。おめでとうございます。3月生まれがいる。3月いつ？7です。なあ、7。夜分お邪魔しますと見たという人。ちょっと集合。ちょっと集合。3月生まれいる？3月生まれいない。お、バンドマン？あの2人でシンガーソングライター。2人でシンガーソングライターやってんの？あら、そう。昨日ほら大野隆と〇〇の夜分お邪魔します見てない？見てない。SNS はやってるな。よし、あげよう。一応撮ろう。いやいや、断る理由がないでしょ。だって。はい。オーナー嫌い？嫌いじゃないんだな、これがやっぱり。昨夜見てくれたでしょ、大野隆の夜分お邪魔します。あ、見た？テキラッチョのやつ見たよ。テキラッチョ、ちょっと前。あ、3月生まれ。3月何日？31です。31。あ、俺さ、何にも、お、何？おー、はー、来た、もう来たよ。ありがとうございました。なりましたね。夜分。あ、ファンの方来てくれましたね。これあのボンディアの時にも。ねえ、こんにちは。昨日見た。見てない。なっちゃんは見た。見た。見た。おでんの。おでんの、はい、中村さんのところですね。やっとよ。やっと生で見ていただいた。僕の口からやっぱあんま言いたくなかったですけど。でもないでしょ。やっぱハテナとかそういう演出をスルーするっていうのはもっともっと知名度を上げていかなきゃ。今日のでまずいなと思ったので。そこまで言うんだったら10番開けようぜ。オーディレクターからじゃあ10番を発表していただきましょう。大野さんの好きなものでいいので、はい、10万円分お買い物をします。これすぐ終わるよ、そんなのは。なんで僕はいつもお金を出さないといけないのよ。俺はこれ1時間ちょっと揉めるぞ、そんなこと言うのだったら。じゃあ5時までいいですよ。そんなポンと出る金額じゃないからね。それはでもね、いいところついてくるからね。10万円っていう金額、いいラインはついてくるもの、ね、ただもう5時までは探すよ。3月生まれさん、はい、3月生まれ全然違います。大野隆と言います。青ですか？青です。ちっちゃい頃から好き。昨日番組もしかして見てくれた？アンチですね、これは。ありがとうございます。いや、嬉しいの。でも何も分かってないです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。菊屋さんですね。社長ですね。菊屋さん。なりましたね。3月生まれの方を探しております、番組で。3月12。あ、今コーヒーを持った集団の中に3月生まれがいるんじゃないですか。あ、なんかどちらかというと4月生まれかな。
3月生まれいませんか、3月いる、ここにいます。3月何日？14日。14日。ほらいたじゃん。結婚式の帰り。でも本当に3月14日生まれ。今日何も持ってきてない。唯一の3月で、唯一の3月ね。3月14日。え、なんて14日。おい、ちょっと結婚式で飲みすぎたんです。ちょっと待てよ、今なんて言った。今14って言った。ちょっと待って、お、何笑ってんだ。はめたな、俺悪いぞ。本当にもう1個暴露していいですか。もう1個暴露。4月13日。こら惜しい。1回泣かすか。3月まで。ちょっと待って、3月何日かな、教えてください。どうぞ。18日。そうだ、ちょっと静かにしてて。あのね、彼に構ってる時間がないのよ、僕は。いやいやいや、何？聞いた方がいいよ。聞いた方がいいの？彼、何月生まれなの？ママが3月14日？ママは何時に来るのかい？パパが来る。パパが来る。ちゃんと聞いてたんよ。そうだね。いや、嬉しいな、けなげに聞いてくれて。3月、いつですか？9日です。1、14、26。いない、いない。いやー、いい。でも卒業おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。おい、張り出したよ、タクトが。ちょっと待て、3月生まれの方いらっしゃいませんかね。3月生まれ、3月生まれ29、26の方を探しております。この中にほら、あの大野隆が嫌いだという人はいませんか。どこにいるんですか。そんな人俺知らない。そんな人知らない。あー、嬉しい。そんなこと聞いたことがない。聞いたことがない。だれーちょっと隆、アウトじゃないですかこれ。なんでみんなでもう向こうに行こうとするんですか。それはあとは我々が、まあ、レシートがあればいいだけなので。夜分。こちらのお店で焼酎に合う一品料理を教えてください。本日旬の、お野菜のアヒージョとベーコンパイをご用意いたしました。菜の花、うど、椎茸、アスパラとエビとムール貝を入れてます。でこれがうちのもう定番メニューなんですけれども、香りと塩気がちょうどお酒に合うかなと思ってご用意しました。そちらの一品料理に合う焼酎の飲み方を教えてください。やはり香りと味を一番分かっていただくためにロックをご準備しました。